で、全部片付いたのか。上杉君、ありがとうございます。自分とお母さんの境界線が曖昧になってしまい、私、お母さんを忘れなくていいんですね。教えてくれたのはあなたです。ありがとうございます。こんな簡単なことに気がつけたのはあなたがいたから。私の理想の教師像はお母さんのままですが、上杉君、君だって私の理想なんだよ。それだけ聞いてほしかったの。提案が逆にあなたを困らせてしまうこと、これが私たちの覚悟。上杉君。